皆さんこんにちは。ドジャースを解雇された水原一平さんの違法賭博疑惑をめぐって、大谷翔平選手本人が25日に話す意向を示しました。24日の試合前にクラブハウスで米メディアに問いかけられ、明日話すと伝えました。ロバーツ監督は大谷選手が公に口を開くことについて、いいことで正しいこと、彼が知っていることを伝え、自分の考えを話すことで我々ももう少し事態を把握することができて明確になるとの考えを発表しました。水原さんをめぐっては、ロサンゼルスタイムズと ESPN が水原さんに違法賭博の疑いがあり、多額の借金があったことを報道しています。 FBI の捜査で浮上したブックメーカーの取引で、大谷選手の口座からお金が引き出されていることが判明し報道されました。水原さんは当初 ESPN のインタビューで大谷選手に借金を肩代わりしてもらったなどと話していましたが、その後発言を撤回し、大谷は何も知らなかったと語ったといいます。その後大谷選手の代理人は声明を出して、大谷は多額の窃盗にあったと告発したと言われています。事態は不透明で、アメリカの国税庁も捜査に乗り出したという報道もある中、 MLB 自体も看過できないと判断したのか、調査に乗り出す事態になりました。大谷選手は報道が出てからこの件に関しては一度も公に話をしていません。そんな中3月25日、ドジャースはホームでエンゼルスと対戦します。大谷選手は自らハンドルを握り球場入りしました。現地記者は、ドジャースタジアムでは今日ドジャースと大谷選手の古巣エンゼルスの試合が行われます、関係者が続々と球場に入っていきますと報道しました。開幕戦が行われた韓国から帰国した後、初めてカメラの前に姿を見せた大谷選手、これまでは水原さんと共に球場入りしていたのですが、この日は車内に一人、自らハンドルを握り球場へと入りました。水原さんは2021年に同元のボーヤー氏とカジノで知り合い、2022年末には負けによる借金が100万ドル、その後さらに膨らんでいったと言われています。そんな水原さんの異変を見ていた人物がいたようです。会食をしている時、水原さんの携帯電話にひっきりなしに着信があるんですよ。どうぞ出てくださいと言うと、いやこれは出なくて大丈夫なんでと苦笑いしていました。今思えば借金の催促か何かだったのかと、そう語るのはある NHK 関係者です。 NHK は MLB の中継や大谷選手のドキュメンタリー番組を制作していて、この関係者によると水原さんにも大変お世話になった間柄なんだそうです。大谷選手の取材に関してはエンゼルスに権限があり交渉が必要だったのですが、その仲介も水原さんが行ってくれました。今回の件でお金の話が出てきていますが、水原さんから別途に謝礼を要求されたことは一度もありません。ただ食事の誘いにはよく応じてくれましたと語ります。ギャンブルについては、実はアメリカのコーディネーターから水原さんがギャンブル好きだと聞いたことはあります。しかし水原さんと話していてそんな話題が出たことはないし、あの実直な方がそんなことをするとは想像できませんと語っています。また現地で MLB の取材をしているスポーツ紙記者は、水原さんを徹底した秘密主義者だと言います。突然結婚を発表したように、大谷選手がプライベートに関して秘密主義だということは有名ですが、それ以上に秘密主義だったのが水原さんと言われています。エンゼルスでは大谷選手以外の選手からの信頼も厚く、大谷選手の移籍に伴って水原さんがチームを離れることを悲しむ選手も多くいたと言われています。ですが水原さんのプライベートに関しては知っている人が誰もいなかったと言います。ある選手は、一平は趣味の話になると途端に黙り込む、そこに関しては話したくないようだと語っています。2012年から2017年まで日本ハムで球団通訳を務めた水原さんですが、当時日本ハムに在籍していた選手はこう語ります。一平ちゃんはとにかく気配りが利く人、外国人選手がマナーの違いに戸惑っていればすぐに気づいて助けるし、子供の面倒まで見ていた、別に高級品が好きでもなかった、それがアメリカに行って周りの選手は億万長者ばかり、自分も次第に高級取りになって、そこで金銭感覚がおかしくなったのかな、そうとしか思えないんですよと語っていました。お金は人を変えてしまうのでしょうか。さて水原さんの最初の発言は、借金の存在を大谷選手に告げたところ、大谷選手が450万ドルのお金を自分の口座から振り込んでくれたと言っていましたが、翌日
全ての証言を否定することとなりました。なぜ水原さんがストーリーを180度変えたのでしょうか。それが今回の事件の焦点になっています。理論上考えられる可能性は3つあります。1つは、水原さんはギャンブリングで多額の借金を抱えました。そのことを大谷選手に言わずに大谷選手の口座にアクセスして多額のお金の電信送金を行った。これは一般人にとって非常に複雑な処理と言われていますが、プロのハッカーなら簡単にできるそうです。水原さんがそのやり方を知っていたかどうかは分かりませんが、もし大谷選手の知らないところで実行したのなら、口座へのアクセス権を与えられていたか、ハッキングのやり方を知っていたかの2つです。ですが、水原さんが口座へのアクセス権を与えられていたとは想定しづらいです。とにかく大谷選手の知らないところで多額の送金をして、90分間の ESPN のインタビューで嘘をつきました。つまり大谷選手に借金を肩代わりしてもらったという嘘をつきました。水原さんがソウルでチームに自白した時、大谷選手は初めて知ったという可能性。2つ目は、水原さんが最初に言ったことが事実であるというもの。水原さんはギャンブリング中毒になり、借金が膨れ上がっていきましたが、頭の隅に最後は大谷選手に援助してもらえるという甘えがあった。そこで大谷選手に借金のことを告白すると、大谷選手は水原さんを許して、大谷選手自らの名で送金を行った。ですが、その後カリフォルニア州はスポーツギャンブリングを合法化していない12州のうちの一つで、水原さんの最初の話が真実であると大谷選手が危険にさらされるになることが分かってきたので、大谷選手に迷惑をかけないためにストーリーが180度変えられたという可能性。3つ目は最悪の場合です。可能性は限りなくゼロに近いことなのですが、大谷選手自身がギャンブリングをしていて、水原さんがそのことを隠すべく自分がギャンブリングをしていて、それからできた借金を大谷選手が肩代わりしたという嘘をついた。その後弁護士が関わってきて、より大谷選手へのリスクが少ない方向にストーリーを変えないといけなくなった。この場合、当然大谷選手は送金のことは知っていたということになります。あるいはギャンブリングをしていたのは水原さんと大谷選手の2人で、水原さんがそれを隠すために自分だけがギャンブリングをしていたことにして、できた借金を大谷選手が肩代わりしていたということになります。紹介した3つの可能性のうち、どれが正しいのかを判断するには、さらなる状況の解明を待つ必要がありそうです。いずれのシナリオが正しいにせよ、気になるのはこの一連の事件が大谷選手にどのように影響するかということですね。 FBI 米連邦捜査局や IRS 米国税庁の調査も入っていますので、このショッキングな事件がこれからどう展開するか分かりえませんが、少なくとも大谷選手が試合に出られなくなることはないと言われています。なぜ試合に出られなくなることがないと言えるのでしょうか。アメリカにはプリーバーゲニング、司法取引制度があると言われています。真実を全て話すなら罪を一切問わないと大谷選手も水原さんも言われている可能性があります。真実を得る方法としては、この司法取引は有効であることが証明されていると言われています。なので可能性はほとんどないとは思いますが、大谷選手自身がギャンブリングに関わっていたとしても、秘密裏に罰金を払ってそのことが表に出ることはないらしいのです。しかし、もし仮に大谷選手が水原さんの代わりにこの事業者への借金を返済していた場合、違法な賭博事業者の債権回収に関与していたことになり、最低1年間の出場停止処分を受ける可能性もあるとの見方もあります。日本のメディアでは大谷選手への批判はタブー視されている面もあり、大谷選手寄りの報道が目立ちますが、米国のメディアでは大谷選手の責任を問う報道も出ています。またアメリカの SNS 上でも同様の声が目立ち、大谷選手が全く知らない中で水原さんが勝手に大谷選手の口座から巨額の金を送金していたという筋書き自体に信憑性を疑うという声も見られています。アメリカに行けばわかるのですが、未だに現地でアジア人に冷たいと感じる対応をされることは日常茶飯事で、メジャーでの大谷選手の活躍に複雑な感情を抱いている人も一定数いると予想されます。なので流れによってはアメリカの世論が大谷選手にとって厳しいものになる可能性もあるということでした。どうなるにしろ、一日も早く大谷選手が落ち着いてプレーできる日が来ることを願うしかありませんね。いかがだったでしょうか。今回は違法賭博事件について見ていきました。26日に大谷選手の口から何が語られるのでしょうか。事件後から初めての発言になるので注目が集まります。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。